バングラデシュ鉄道路線もバングラデシュ鉄道の列車。バングラデシュ鉄道は、バングラデシュの国有鉄道である。2005年現在、営業距離は 2706km で 1676mm の、後期区間が西部で 923km、メーターゲージの区間が中央部と東部の地域にかけて 1822km で構成されている。期間の違いによる、 直通運転の問題解決のため、重要な幹線区間などでは、軌道が参戦基準化されている。バングラデシュでの鉄道は1862年より、創業している。1862年9月15日に、ドルショナジャギチ間に、後期の路線が開業した。続いて、1885年1月4日に 14.98km のメーターゲージの路線が開業している。 1891年、アッサム・ベンガル鉄道が、イギリス政府の援助により建設されるが、後に、アッサム・ベンガル鉄道会社に移管される。1895年、チッタゴン・コミラカン 149.89km、ラクシャム・チャンドプール 50.89km の2つのメーターゲージの区間が完成している。これらの区間の建設、運営のため19世紀後期にはイングランドで、 鉄道会社が設立された。バングラデシュ鉄道は、ほとんどの区間がイギリス設立のアッサムベンガル鉄道を継承し、1947年、インドとの分割により、鉄道も分離された。バングラデシュにとって、鉄道は大量輸送機関として、重要な役割を果たしている。バングラデシュ独立後の1972年に、今日のバングラデシュ鉄道が設立されている。 外国有志による鉄道の近代化やインドとの直通列車の復活など今後の輸送改善も計画されている。現在では脱荷均衡が標準狂気量対応になり、インドのコルカタへの直通列車も運転されるようになった。ありがとうございます。